さあ到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はこの島でここで待機しますから、お帰りの際はお帰り、ありがとうね。グッドラック、ありがとう。行ってくるね。さあこの島には、お、可愛らしいね。あんた顔、あんた顔可愛らしいね。そこの彼女何してんねん今。ちょっとね、今ね、僕島でね、夕飯磨く堂っていい島あんねん。あんた可愛いね。ドレミお邪魔女ですか。まあ私以外にもこの島に旅行へ来られた方がいらっしゃったんですね。あなたに声をかけてもよ。お嬢様系ですか。私はドレミって言うんですよ。あなたのお名前は。その後瀬田さんです。いや、道明寺です。明寺、道明寺って言うんです。はるばる味覚島から、あ、この島に来たんですか。味覚島って知ってるんですか。ユーハ味覚島っていう多分会社と間違えてません。初見の人はユーハ味覚島って聞いて島だと思いませんからね。多分会社から来た、なんか島を開発に来た無人島の島を開発しに来たやばい社員だと思われてないかな。スーツじゃないだけまだマシか。でも冒険が好きっていう意味では住んでるところは遠いですけど、私たち似てる者同士かもしれませんね。そうだよね、似てる者同士かもしれないね。僕たち共通点があるから、ご飯行かないこの後ね。いいジビエの料理知ってるんだね。ジビエの美味しい店して、ちょね、どう、忙しい日々の暮らしかなってゆったり過ごす鹿児島での時間は心の選択にもってこいですね。最近私が住んでる島の暮らしもちょっとマンネリ化してきちゃってて、飽きていた方がったです。でしか。なんか語尾だけ。語尾がダサいな。語尾がな、ダサいんだよね。うちの島来ない？本当にいいんでしょうか？もちろん。見事にまさか誘っていただけるなんて。そう、俺がね、あの島で行っちゃえれんねえから、俺がね、もういいって言ったやつはもう、全員来ていいんだから。あ、俺があの島で一番偉いんだ。わかる？まあ、社長だね。今の社長。うん。まあ、とりあえずさ、うん。うちに来ようよ。とりあえず、ご飯一緒に行こうよ。うん。あとから嘘なんで言わないでくれね。でしか。でしかってないよね、その語尾。語尾がダサいの。なん言わないよ。君だけにしか、君だけしか言ってないから、こういうことは。早速引っ越しの準備始めくっちゃ、急に忙しくなりそうです。ね。それで、なるほど。移住の手続きは、たぬきさんという方が演じするんですか。忘れないうちに嫌ですね。でしか、あー、まあ、お前をあの地域指定外住に合わせたくないけど、まあ、仕方ないか。面倒いことは、やらせるしかないか。っていうことは、正式に第3人目の、3人目なのか3匹目なのか分かりませんけども、正式な住民が来たってことで、ありがたいね。これでようやく住民が増えたということで、進歩ですね。やっと、あの、花ができたね。本当に、住人に、あれ、あの子が来てくれるってことは、ミスター不潔と、メンヘラしかいないから、うちの島には。そう思ったら、すごい奴らしかいねえわ。虫が少ないなぁ、思った以上に。どうしよう、お前も知ってる虫だもんな。取っても意味ねえんだよな。はい。お、見たことない魚だ。全然見たことありました。フラです。全然見たことありました。はい。初見魚来い。ブルーギルは、確か持ってたけど見せてないよね。はい。お、これは見た、弾めた。弾むだって言ってたわ、もう。興奮で言葉噛みすぎてます。タナゴ。聞いたことはねえ魚だな。見ててくれよ、俺の釣りの技術よ、よ。こんな魚なんかほら、俺にかかるわよ。一発よ、ほら。見ろ、ほら。どうだ、ええやろ。な。一緒に食うか、この魚。な。一緒に食おうよ。俺んちでさ、調理すっから。俺んちで。な。おいでよ、俺んち。な。ね、家、どこ住んでんだっけ、家。どこ住んでんだっけ、家。俺んちおいでよ。泊まってもいいからさ。ね、なんか、ネットフリックスとか見る？ネットフリとか見よ。パラサイトとか。半地下の家族のパラサイトとか見よ。興味ないですか？そうですか。まあ、いつでも来ていいんで。うちいつでも、俺んちで飲まん？ねえ、俺んちで飲むってのもありなんで。いつでも来ていいからね。うん、いつでも来ていいから。ガード硬そうだな、でも言うて。鉄鉱石も全然足らんぜ。一番鉄鉱石がめんどくさいかもな、これ。まあでももうこの島はもう何もなさそうっちゃなさそうかな。ちょっと釣りしてみて、普通の魚ばっか取れたらもう終わりにしよっかな。移動して。やばい！
さあ、チャンス。はい、来た。うわ、持ち方怖い。持ち方が怖すぎるぞ、お前。その持ち方、おい、大丈夫かそれ。手掴みしないでね。おい、針を外側に向けろ。よし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 。これ逃したらやばいだろ。糸等もとりあえず逃がして。よし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 。捕まえたぞ、蜂。でも捕まえて、売りくらで売れんだろうな。売った方がいいのかな。持ってても世話ねえからな。いや、ごめん、見ないで。ちょっと空振ったとこ見ないで。恥ずかしいから。ごめん、ごめん、ごめん。ごめん、ごめん。ごめんって。恥ずか、本当に。ちょっと一応見ないでください。ごめんなさい。すいません。ちょっとこの、普段の僕、こんなことしないんですけどね。ちょっとね。虫がいたんで、今これダンゴムシだでしょ。ダンゴムシがね。ちょっと、へへへ。ねえ。ちょっとね、ダンゴムシがね、へへ。ねえ、あっす。まあ。お、釣り竿も壊れちゃったし。帰るか。釣れないわ。じゃあ、おじいちゃん。またね。また会おうね。ユーハー磨き取ってどんな島なのかとても楽しみです。しか。ね。いいとこだから。家は、ね。僕ん家の横に建てるといいよ。うん。なんでもお手伝いするからさ。ね。困ったらなんでも聞いてよね。じゃあね。待ってるからね。いつでも、今からでもいいんだよ。一緒に乗る飛行機。いいよ。一緒に、乗る？ね、あのパイロットを降ろすから。あのパイロットを降ろして、ガンとか俺操縦するから、一緒に行く？行かない？後でおいでね。よし、帰るぞ。いやー、帰りたい。帰ろう、もう帰ろう。はい、帰ります。ね。まあ、大事なもの、置き忘れというか、まあ、置いてね、帰ることになるんですけども。まあ、手元に戻ってくるらしいんで。一旦帰ります。はい、お疲れ。お前は関係ねえって言ってたんだろ、いつも。お前は関係ねえって言ってたんだろ、いつも。敬礼すんな。俺に敬礼しんだ、あいつは。え、あ、雪降ってんじゃん。冬だ。あ、なんか BGM もさ、ほら、ベルの音が聞こえるわ。細かいね。なんか季節ごとに、やっぱ変わってくるのかな。風流を感じるよ。結構木は集まったんじゃないか。とりあえず、風太くんに、捕まえた虫とかいろいろ見せていくか。足んなさそうだな、全然。もう一回旅行券使っていかないといけないことになりそう。ね、来たよ。8番見せたくないな。さあ、どんどん見せていこう。どんどん見せていこう。あと5点。うん。で、化石も含めたあと4点か。さあ、何が見えたかな？ほほ。これは紛れもなく、スミロドンの頭。まあいいでしょう。まあ、送ってあげるよ。興味ないです。すいません。もう説明はね、聞きたいのはやめようなんですけども。いかんせん話が長いんで。まあ、こんなもんかな。あと4つ。よーし。大変じゃん。じゃあ、ついでに、ちょっと DIY の、タヌポートで、さっきメンヘラが言ってた、なんか、普通のやつ、作れるようにしとこう。マイル交換。どれだっけ？普通に、これか！普通に使える道具レシピ。結構高いね。いいでしょう。交換を聞いてました。誰もデータ送信のため、スマホを端末に近づけてください。またデータを取られる。はい、登録完了しました。ありがとうございました。はいよ。あば、たいんやん。凍りにくいしっかりしたレシピの作り手のレシピを覚えた。材料集めがはかどる予感。何見とんねん、おい。人がこの、機械触っとんの見んなよ、おい。俺がもし暗証番号とか入力しようとこ、見とったら、内臓ぐちゃぐちゃにしちゃうからな、お前。まったく。斧。石の斧。
しょぼい斧とは何が違うんだろう。あ、しょぼい斧と木材が必要なのね。斧は？しょぼい斧と鉄鉱石と木材。石の斧としょぼい鉄の斧と何が違うんだろう。取れる量かな、やっぱ。網。作っちゃおうか。しょぼい系は全部アップデートしちゃおうか。網ができた。なんか女の子の名前みたいな感じになっちゃったけど。イントネーションバグって。イントネーションがバグって。女の子の網が網になっちゃったわ。スコップはもういらないから、石の斧で、しょぼい斧作って鉄の斧作るか。素朴な DIY 作業台でも結構作れるものがあるんだね。もしかしたら普通の DIY と素朴な DIY って、作業台って、そこまで作れるものに差がないのかな？外見が違うだけなのかな？まあ、作りましょう。しょぼーできてんやー。で、それを、鉄の斧にアップグレード。石の斧と鉄斧って何が違うんだろう、マジで。違いがよくわからんな。まあいいや。あら、ないのか。あら、もしかしてもう石、取り尽くしちゃった系男子ですか？え、あ、そういうこと？鉄の斧は、勝っちゃうのか。じゃあ、こういうのを取るなら、石の斧がいいのかな？無限に取れるから。だって木とかってさ、もう切っちゃったらさ、俺、生やし方わかんねえから、新しい木の。もう一生そっからは手に入んないっていう、状況落ちるぞ、俺。石の斧の方がいいのかもしれないね。必要ない。いいよ。提供しますよ。あ、いいよ。あげるよ。今回のとして、こちらのガウチョパンツと、トイナフィギュア。バズライトイヤーですか？また他の資材も集まりましたので、ぜひご利用くださいませ。何？ガウチョパンツ。おい、上下チェックやんけ、おい。ダサすぎるやろ、おい。チェックチェックって、おい。島村で買ったんか、この服、おい。あ、そうだ。蜂捕まえたんよ、俺。蜂単体で売ってみて、いくらかちょっと見てみよう。蜂。この部屋で解放したのか、蜂、おい。高ー！ 2500、高っ！まあ、あんた、命削って取ったからな、あれ。下手したら死んでたからな。なんならもう蜂に俺3回ぐらい刺されて、アナフィラキシーショックで死ぬぞ、そろそろ。でも、お前からもらったこのパンツいらねえわ、売るわ。もらったやつをお前に売ったらいくらで買ってくれんだろう。では計算しますと。はい。合計1600。まあ、安いですね。はい。それぐらいの値段のものを俺に押し付けたことだからな。木60個で1000円ぐらいだったか？多分。割に合わなーい。遠いな、フィギュアって思ったけど、フィギュアの時点でだいぶ遠いだけどな。はい。これをトイと捉えんのか、お前。なあ。お前、トイってなんか子供のおもちゃ的なサムシングニュアンスあるから、なんか可愛らしい、なんか木の兵隊とかそういうのかなと思ったら、ゴリゴリ覆面プロレスラーやんけ、おい。トイとはかけ離れすぎだろ、これ。大人向けやな。トイにしても結構大人向けなトイだな。なんか変な部屋。変な部屋だな、ほんとに。え、なに？カミキリムシみたいにいるじゃん。ここは、俺マジでさ、昔マンションに住んでたんだけど、マンションのさ、その、共用部のとこにこのカミキリムシってクソ怖かったんだよな。死ぬほどこれ嫌いなんだよ、この虫俺。うわ、俺マジで、虫、あの、カマキリとか、凶暴そうじゃん。なんか、危ない感じの、カマキリとかさ、まあ、カマキリしか例外で出てこないんだけど、そういうのは全然大丈夫なんだけど、カミキリムシ、どうしよう無理なんだよね、俺。トラウマがすごいんだよな。めちゃくちゃいたのよ、俺の昔住んだマンションのさ、とこに。どうしても怖くて、通れなかったからね、カミキリムシがいた時の廊下。階段がさ、奥と手前に2個あったからさ、わざわざそこまで遠回りしてさ、階段登った記憶あるわ。うわ、嫌な記憶思い出した。
マジで怖かったんだよね。もうこの外見が嫌だわ。ほら、お前も、お前も嫌いだな。一緒やな。まあ一応聞いとく？あ、聞きますか。まあそうだよな。言いたくないもんな。苦手なものだったら責任なものを持ってお使いしますよ。もう持ってってくれ。うん。捨ててもいいよ。俺は捨てても何とも思わんわ、その虫に関しては。もしかしたら時間帯によって出てくる虫とか違ったりすんのかな。なんかそれもありそうだね。ってなったらマジで休む暇ねえじゃん、このゲーム。常にやり続けなきゃいけないじゃん、どうもりというものを。きー労働だぜ、マジで。社会人の人はどういう気持ちでこのゲームやってんだろう。癒しかな、癒しを求めてやってると思ったら、意外に労働が多くて、結局ここでも仕事しなきゃいけないかっていう気持ちに襲われるのかな。さすがにそんなひねくれてはないか。はい、あげる。はい、どうぞ。包丁スタンド。残しの資材まずまりましたら、ぜひご利用くださいませ。あいよ。包丁スタンド。キッチンがまだないのにね、俺の部屋には。器具だけ揃えられてもな。マジで使いどころがない。猫に小判。豚に真珠。スタサヒに包丁って言ったな。もうよ、マジで。現実でもマジで料理しねえからな。2年前に買った包丁を3回くらい使って一生使ってねえわ。ここに置いてみる？もうなんか、料理用に使えるとは思えないよな、この部屋の間取りを見て。この包丁。怖すぎるやろ。これ家の窓のさ、外からこの部屋を覗いた人はどう思うんだろう。窓の近くに包丁あって、魚が2匹いて、この謎の覆面レスラーと、ちっちゃい島の診療所の診察台みたいなやつに、謎の魚2匹にいる、なんか変なマスコットのいる気象部屋。外から見たら恐怖だろうな、この家。なあ、お前、虫、新種の虫とか魚とか知らん？なあ、知らんか。なんか持ってんだろ、出せよ。おい、持ってんだろ、出せよ。お前をあいつに持ってって、地域指定害獣として登録してもらってよ、お前。博物館の中で一生殺すか、おい。てめえをあいつに見せて、おめえを博物館に出したろかって言うてんねん、おい。無視すんな、おい。まあ、いずれ出すからな、この島から、お前。覚えとけよ、マジで。鉄鉱石も11は全然足らんな。全然足らんやんけ。どうしよう。いい竿を使ってんだから。新しいやつ釣れろよ。うおー、でっか！カレーか。ん？これってよく見たら、ヒラメ？ヒラメなの？でっか、びっくりした。ヒラメってカレーよりでかいんだね。まあ、答え差あるか。でかくてビビった。じゃあ、あと1匹じゃん。やっぱ釣り竿によって釣れる魚が違うのかな？ワンちゃんありそうだね。はい。どう？フナかな？あ、違う！新種だ！鯉だ！かっこいい！あ、やかましい！ダリー！よし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 ！これで全部揃ったぞ。なんかでも微妙な博物館になりそうっちゃなりそうだけど、鯉がいる博物館とか嫌だけどね。だいぶ。よし、これで？ん？ということは？やったー！やりました！手続きに必要な展示品が揃いました。これだけあれば博物館の建設を申請することができます。俺にな。まあ、本当は15匹なくても全然出してやったけどな。こうなったらお急ぎで博物館を開く準備をしためなくてはスタイセイさん、どうもありがとうございました。終わりですか？博物館の準備中に新たな寄贈の受付は中止でありますが、鑑定でした。いつも大学に。ありがとうございます。明日は工場のため不在。ってことは完成は明後日とかなのかな？時間変わりそうだね。まあ、とりあえず今、俺が知らなきゃいけないのは、鉄鉱石集めだ。あ、どこ行け、気持ち悪い。まあ、とりあえず、鉄鉱石、あと20個は、この画面をみんなに見せても、何も変わらないと思うんで、まあ、20個見つかるまで一旦カットで、よろしくお願いします。見つけたら、また開催開始します。じゃあね。